小耳ちゃんは私たちから離れないようにね。今あなたにまで迷子になられたら困るわ。わらわは迷子になど、いや、お主の言う通りだな。気をつけよう。それにしてもイオのやつめ、どこまで行ったのだ。心配をかけおって。どこにもいないわね。もしかして見落として通り過ぎてしまったのかも。つむぎちゃん、どうする？一度戻ってみる？そうだな。もしここまでの間に見落としてたら進んでも無駄だし、かといって後戻りしてもその間に信長さんは本能寺に向かって進んでるのよね。どうしたらいいの？こんなに心配させて。イオちゃんってば、戻ってきたらお説教なんだから。って、あれ？どうした、つむぎ？これ、イオちゃんのかんざしだ。私がヘアセットしてあげたんだもん、間違いないよ。これがここに落ちてるってことは、イオは少なくともここまでは来たということだ。もしかしたら剣心さんの罠に気づいて私たちに行き先を知らせるためにわざと落としたのかも。じゃあ進もう。イオちゃんはこの先にいるんだ。頑張れば教科書に載るかもね。陰陽術を見せてやろう。ずいぶんと奥の方に来てしまったわね。他の場所はもう散々探した。イオがいるとすればこの辺りのはずだが。イオちゃんに何かあったらどうしよう。お願い、無事でいて。誰かの声がすると思ったらお姉ちゃんたちか。信玄ちゃんと殺し合いする気になった？うん、イオがいない時に厄介な奴に出くわしてしまったな。信玄ちゃん、この辺りでイオちゃんを見かけなかった？知らないよ。それより殺し合おうってば。じゃなきゃここは通してあげないんだから。ごめんね、今はあなたと力比べをしてる暇はないの。お願いだからそこを通して。ダメ、それに力比べじゃなくて殺し合いだってば。この後予定がいっぱい詰まってるんだよ。信長ちゃんについてって世界中の人を殺して回るんだから。信長さんが冥界の外に出れば世界が滅んじゃうの。殺し合いどころじゃなくなるのよ。大丈夫、世界が滅ぶ前に信玄ちゃんがズバーってみんな殺してあげる。きっと楽しいよ。でもその前にお姉ちゃんたちを殺さなきゃね。信玄よ、本当にそんなことをしたくて魂を手放さなかったのか。武将として力比べをしたかったのではないのか。そうだよ。だったらこんなことはやめろ。なんで？力比べは殺し合いでしょ。意味は同じだよ。信玄、わらわの声はもうお主には届かぬのか。わらわとの約束を忘れてしまったのか。約束？お子様と約束なんてしたかな。覚えてないけど。これも信長に魂を書き換えられたせいなのか。小耳ちゃん、イオちゃんが心配だよ。信玄ちゃんには申し訳ないけど強引にでも通してもらおう。致し方あるまい。強引に？申し訳ないなんてことないよ。信玄ちゃん、そういうの大好き。力ずくで通してもらうわ。一刻も早くイオちゃんを探さなくちゃ。
頑張れば教科書に載るかもね。陰陽術を見せてやろう。信玄ちゃん、悪いけど押し通させてもらうよ。この後予定がいっぱい詰まってるんだよ。世界中の人を殺して回るんだから。世界が滅ぶ前に信玄ちゃんがズバーってみんな殺してあげる。きっと楽しいよ。でもその前にミュージシャンたちを殺さなきゃね。信玄よ、本当にそんなことをしたくて魂。信玄、わらわの声はもうお主には届かぬのか。わらわとの約束を忘れてしまったのか。約束？お子様と約束なんてしたかな。覚えてないけど。この信長に魂を吐き換えられたせいなのか。それ来剣射出。もう少しで倒せそうよ。これは血に任せて気骨よし。紅川を塗らず自ら風流。これが神獣たる賜物前の末裔、大陰陽師の力だ。ちょっと待って、なんかつまんないなって思ったら一人足りなくない？誰だっけ。散々戦ってたのに今気づいたの？いいよちゃんよ、探してるって言ったじゃない。それそのお姉ちゃんだ。全員まとめて殺す予定だったのに困っちゃうなぁ。そんな顔されても。イオちゃんがいなくて困ってるのはこっちなんだから。全員揃っていないのはあなたたちがイオちゃんに何かしたからでしょ。だったらケンシンちゃんだ。信玄ちゃんはそんなことしないもん。やっぱりケンシンさんの仕業だったんだ。ねえ返してやりなよケンシンちゃん。調律の巫女のお姉ちゃんが泣いちゃいそうだよ。あっさりバラしてほしくないのですがね、信玄ちゃん。あー、剣心さん、それに、イオちゃん。おー、お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 、束縛されてるだけで危害は加えられていなさそうね。今はまだ、だけど。かっこ撃破は兵法の基本でしょ。弱点を狙い敵の戦力を削ぐ。それの何が悪いのですか。ケンシンちゃんに手伝ってほしいなんて言ってないよね。それにそれってズルだもん。ズルってあなた。私はですね、信長殿のために、ひいては信玄ちゃんのためによかれと思って。めんどくさいなあ。人質を返さないならケンシンちゃんから殺そうかな。それはおかしいでしょ信玄ちゃん。せっかく私が企てた陰謀で私が死んでどうするんですか。それに私はとっくに死んでるのですよ。どうやって殺すというのですか。体をバッキバキに叩き壊して魂を引きずり出してから握りつぶすとかどう。怖っ。直接的すぎます。お得意の風林火山はどうしたのですか。それじゃあ火しかないでしょう。スキャリあ、ずるいでしょう。私が信玄ちゃんとの勘談に夢中になっている隙を狙うとは。ズルならそっちが先でしょ。
ちょっと待ってね。今口を塞いでるのを外すから。つむぎお姉様、イオちゃん無事だった？どこか痛いところない？怖かったね。もう大丈夫だよ。助けてくださってありがとうございます。それと勝手なことをしてごめんなさい。いいのよ、イオちゃんが無事だったなら。剣心さん、イオちゃんは返してもらったわ。もう二度と渡しませんからね。もうせっかく苦労して立てた作戦が台無しです。帰りますよ、信玄ちゃん。はーい、じゃあまたね、お姉ちゃんたち。それと奥様も。あ、待って、剣心さん、イオちゃんを殺さずにいてくれてありがとう。礼を言うのですか？敵であるこの私に。うん、ありがとう。私を甘く見ないことです。次は容赦しませんよ。イオちゃんを助けた手際素敵だったわ。お手柄ね、つむぎちゃん。我ながらうまくいってよかった。逆方のおまじないもちゃんと効いてるみたい。つむぎお姉様、私のために寿命まで使って。そんなのどうだっていいよ。それよりみんなすっごく心配したんだから。目だよ。皆さん、すみませんでした。信長様が冥界から出たら世界が滅んでしまうってこと、ちゃんとお話ししなくちゃって思って。信長様ならきっと分かってくれるはずなんです。あれがお主の知っている信長ならばそうだったかもしれん。だがいいよ、あれはもう以前の信長ではないのだ。イオちゃんの気持ちは痛いほどわかるわ。私がイオちゃんの立場だったら同じことをしてたかもしれない。それを剣心に見透かされたのだ。人の気持ちを操るとは汚い真似をする。私やっぱり足を引っ張っているんでしょうか？そんなことない。人を信じることが悪いことなわけないよ。だからしょんぼりしないで、イオちゃん。あなたのまっすぐな気持ちを弱点だなんて誰も思っていないわ。イオちゃんがいなくなって改めて気づいたの。私がどれだけイオちゃんに頼っていて励まされてきたかって。私これまでイオちゃんに助けられっぱなしだった。鋼さんだって小耳ちゃんだってきっと同じ気持ちだと思う。そういうことよ。自分が足を引っ張ってるだなんて二度とそんなことは思わないで。ね。はい、わかりました。今の皆さんの言葉、私絶対に忘れません。ありがとうございます、つむぎお姉様。それに鋼さん、小耳さんも。イオちゃんの件はこれで一件落着ってところかしらね。よーし、じゃあみんな揃ったところで信長さんを追いかけよう。